こんにちは、ノブ吉岡です。ノブプレーニングファミリー、プレーニング講座始まります。本日はね、ハイカウトについて。これ初心者のね、プレーニング、これがないんですよ。だからみんな、プレーニングできないっていう、これね、前もねお伝えしてるんだけど、もっと細かくで、今出てるのはもうハイカウトです。これは結構スラロームの世界でも有名な方のちょっと写真をお借りしたんですけどもね、ここの黄色と黄色の縦の線のこの距離、赤くね矢印でこの距離ですよ。絶対距離感ってやつなんですね、これね。これがもう明らかにみんな足んないんですよ、初級者は。この距離がもしこれが1メーターとすると、多分初級者の人は20センチとか、多くても50センチなんですよ。この外人さん、外人さんとか外国人のね人ね、見てみると、これは多分ね1メートル以上はあるんですよ。これがもう20センチ30センチの世界なんですね。最初の頃は本当に全く初心者は、スクールで受けたばっかりしたら、これが10センチとか、本当に水中立ってる。だから角度が今45度って書いてありますね。これがもう20度とかそういう世界なんですよ。15度とか、ここが一番の大きな違いなんですね。プレーニングがあったりするとこれしかないんですよ。これの練習です。風上に落ちようが何しようが、このハイカウトを練習するんですね。この頭の位置がここ風上にここまで出るってことで、これ他の方のちょっと写真ね、初級者の写真でちょっと比べますけども、初級者ってもある程度できてて、プレーニングもできるんだけど、もうこのくらいの違いなんですよ。もう分かるでしょ、この距離感、絶対距離感の違いが。本当にこれ50センチ、40センチ、30センチなんですよ。で、こう角度、風上に倒れる角度も28度、25度から30度ぐらいの間なんですよね。だから本当にここをね、しっかりと頭に入れてもらうってことがね、もう今回はこのポイントだけ、単純です。だからここを本当に意識しなくちゃいけない。これだから意識の仕方としては、まあ小学校の校庭に行って鉄棒ね、肩ぐらいの鉄棒に腕を伸ばして45度斜めになって、で腰をクッとこう、ちょっとおへそを引くぐらいの感じにするっていうことが重要なんですね。でこれ対比画面をちょっと見てもらうと、本当にもう明らかに全然違うんですよ。で前説明した、これでボードから重心を抜くっていうね作業が行えるってこと。この練習をとにかくしてください。これうちでもできますよね。なんかちょっとした棒、横の棒、肩ぐらいの高さの棒をね、肩よりちょっと高い棒にちょっと手を持って体重をかける、斜め45度に体がなるように、そしてちょっとこうおへそを引いて排熱ラインをかけるっていうイメージね。本当は防火なんか作ってね、そこにハーネスラインかけてね、28インチのハーネスをかけて、そこにかけておへそをちょっと引いて体がハイカウトする。ボードのセンターから必ず1メーターぐらい腰の位置が外に出るっていう、このイメージトレーニングが本当に必要なんです。これなんです。これが初心者だから、初心者の方はよく質問があるんですね。私プレーニングできるんだけど前飛ばされます、なかなか風を捉えません、引き込めません、風が入りません、風になりませんみたいな、どうしてですかって言うと、大体動画を見たり写真見ると、このハイカウトが足らないっていうのがほとんどなんです。だから前に飛ばされるっていう状況になるわけね。これは本当にね、練習してみてください。本当にこれイメージトレーニングです。しっかりしたイメージトレーニングを持って、イメージトレーニングを持ってね、体に焼き付けて形を作ってください。とにかく形を作るってことが重要なので、今回はもうそれだけです。頑張って練習してみてください。ありがとうございました。